パンの時間。うちのお店のこだわりはドイツパンのライ麦のパン関係の、パンですね。手作りで軽く酸味があるライ麦とドイツコッペというあのハード系のパンがうちの特徴です、はい。軽い酸味があります、上にチーズ乗っけて軽くオーブントースターで焼くととても美味しいお酒のおつまみにもなります。じゃあ今日はですね、はい、本宮市のハルツという、はい、あのお店紹介させていただきました、はい。で用意したパンがこちらになります。おいっぱいありますね、はい。ライ麦が入っているパンが2種類あって、うん、はい。でこの2つのパンはそれぞれそのライ麦の比率が違うみたいなんですよ、はい。こちらのライ麦用い方にはクリームのチーズを塗って、はい、うんうん。で、こちらにはスライスチーズを乗せてみました、はい。ちょっと軽く焼いてます、はいはい。じゃあこのライ麦多い方から、はい、どうぞ。いってみます、はい、いただきます。うん、うん、おいしい。うん、麦麦感すごいです。ドイツといえば、はい、何ですか。ビールそうですよね、ですか、はいはい。ということで、はい、あのパン屋さんのですね、はい、あの店主の方からあのこれらのパンがすごくこうビールに合うと。あ、本当にビールなんですか。はい、いう情報を聞きまして、はい、用意させていただきました。今日もあるんですね。はい、ビールを用意させていただきました、はい。麦と麦で合うってことですかね。そうだと思います。じゃあぜひ、はい、いただきます。今喉カラッカラですね。あ、合いますね、合いますね。木村さん、パン口の中がなくなってませんか。なくなってます。あくまでもパンの番組なので、そう、はい、そうですね。じゃあ、はい、こっちの、あ、じゃあぜひ、はいはい、少ない方も食べてみます。うん、うん、おいしいです。あの、うん、チーズめっちゃ、あ、ま、うん、めっちゃ、え、味全然違います、このパン。へー、なんていうんだろう、ハーブみたいな、なんか、うん、そうです、そうです、なんか鼻から抜けるなんか香りがありますね、はい。これは、しかも結構どっちもふわふわというよりはちょっと固めのパンじゃないですか、うん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 。これ喉乾くんで、このごくごく飲めるビールと合いますね、うん。本当ですね、止まんないですね。ビールのイベントとかにも、はい、あのハルツさんが出しているような、はい、まあ、ビールにぴったりのパンということで2種類ご用意いただいたんですけど、はい、美味しそう。召し上がってください。いいですか、はい。すごい形が整いすぎて、あの最初あれかと思いました。あの何、作り物作り物かと思いました。いただきます。褒めてるんだかけなしてるんだか。うん、硬い。うん、うん、レーズンです、これ。チョコかと思ったら、うーん、うん、これもすっごい香りがあります。うん、これも、うん、ちょっといただきますね。うん、レモン、うん、なんか柑橘系のなんかオレンジピールが入ってるそうです。あ、はい、本当ですか。当たった、よかった、よかった。そう、なんかすごい爽やかな香りとこのレーズンの甘いのが混ざってめちゃくちゃ美味しいです、うん。全部固めのパンなんですね、やっぱり。なんか固めのパンと合うのかな。
やっぱりドイツのパンってそういう硬いパンが多いのかもしれないですよね、うん、なくなっちゃいましたね。いや美味しいです。合いますめっちゃ喉が渇くからごくごくいけますね。なんかお店の方が、はい、あのドイツに本場にこう行かれていた時があったそうで、うん、でその時にその現地で食べたパンがすごく美味しくて、うん、こう感動して、うん、まあ、ドイツパンでっていうことで作り始めたみたいなんですよ。そういう感じ、でも現地の味っていう感じだったんですね。しかも私ビールであのパン食べたら初めてです。ビールとパンをで、うん、あのまあ、そもそもビールが私前まで飲めなくて最近飲めるようになったんですよ。最近飲めるようになったんですよ。で美味しいと思ったんですけど、まだビールとその何が合うっていうのがあまり分からなくて、何と合わせようと思ったんですけど、パンですね。パンですね。ビールはパンでした。これからちょっとパン合わせます。ドイツもやっぱりビールの産地ですからね、はい、だからなんか食文化としてこう合うのかもしれないですよね。ちょっと新たな発見でしたこれも。